私はいろんな人のブログ見てるから誰 どこを誰が言ってるとかごっちゃごちゃになっちゃう。食べ物ブログなんて見たことないな。あ、最近私も最近見てないんでそこまで iPad で見てた。Thank you.
反応だからムーミンなのかな。あ、本当だ、かわいいじゃん。いつからなの。釜で炊くの知らない？釜で峠の釜飯とかだって行く、まあ、ある意味そういう感じ、そういう感じ。え、普通の そういう食べ物知らない？よくデパートとかね。あ、でもわっぱ飯と違うかもしれない。あ、全然違う、あまりきり違う。薄い杉の板を曲げて作った容器のこと、うん、あるよね。お弁当じゃん。容器じゃな、容器かよ。わっぱはね。で、まず昔はこれを弁当として使用していたと言われている。そこに薄くしの出汁で炊き上げたご飯を盛り、新潟で採れる旬の魚などを乗せて蒸したものがわっぱ飯だ。アメアメなんかちょっと